局ね。ところがもしこのガラス瓶にね、こっちから光を当てて、このあれが、この波だけがこう、こっち側に映ったとして、これが生存的なね、いわば波だわ。つまりこれがな。で、普通はこれだけの世界しか見ていないわ。ところが本当は、不詳の詳、不滅の滅なの。で、これ動きようがないんだ。ところが動きようのないところに動いてる。これを如来。如果不慢。いうのね。これが生まれてくる。生きている。そして死ぬ。普通は生まれて生きて死ぬっていう。ところが本当はこの天地いっぱいの中の出来事なんだ。生まれて生きて死ぬっていうのはね、来たるがごとくだ。それから如如、それから如も、去るがごとく。楠本さんのね、その図見て、まあ私が図書くとすればこういうもん。それから楠本さんのもう一つ質問は、幸福、健康とか財産とか、あるいは文化文明は生じする生命としての心識の働かす態度方向が根幹として、老子の説かれるごとき地盤に立っているなれば、これは肯定されるべきではないでしょうか。要するに幸福とかね、文化文明とかって、それはもちろん結構なんですね。そして人間は生命的生命を生きる駒になりきった自己の深さに向かう豊かな人生であるとともに、生理的生命を生きねばならない人間として従属的に付随的に豊かな生活への行動は許さるべきではないでしょうか。これももちろんそうです。その決してね、私はその衛生主義を言おうとしてんでもなし、あるいは厳粛主義を言おうとしてんでもなし、で結局大切なのは単なるね、生存的価値観だけで行動しちゃいけない。そうじゃなくって、死を持つっていう生命地盤から、そういう死を持つ生命地盤からもう計算されるべきだと、こういうことですね。これと同じような質問に、片山さんの質問に、死を切り捨てている人がいるでしょうか。これはそうですね、生存的価値観だけで生きている人っていうのはね、これは死を切り捨ててるって言わなくちゃならない。死を計算に入れていないんだから。でこれ、まあそういう死を計算に入れていない、死を切り捨てている人の見本として、私は何遍も話したけど、いわゆるケチケチ爪に火を飛ばすようなケチケチ孤独老人が死んだら何百万円何千万円って残ってたっていうね、これちょっとおかしくないか。これは死計算してないで、生存地盤だけで金は最高価値と思って食べてる。ところが死を計算した生命地盤から見直してみると、その価値観ちょっとおかしいってことなんでしょ。そこね、その点ね、奥さんが一生懸命、私は貯金してますって、へそくりしてますって、いくらへそくりし
したり貯金したりしてね、いてもだ。ご主人がね、そのために高利貸し、サラ金から金借りてるんだったら、これはね、どうせマイナスになっちゃう。この場合、その生存中ね、そのへそくり、あるいは貯金、奥さんの貯金はまず投げ出さなきゃ、そして生命という地盤からその計算し直したところでね、この一家も考え直さなくちゃいけないんじゃない。いや、あの世の中そういううちへめないことはないと思うよ。世の中どんな見本もあるからで、つまりね、あのいわゆる豊かな生命生活っていうのは悪いっていうんじゃない、そうじゃない、豊かな人生っていうね、地盤の上に豊かな生活っていうのも築いてこなきゃ、あれ豊かな生活だけであの突っ走っていいもんじゃないってことですね。それから片山さんの楠本さんのご提案、片山さんの質問に、金持ちや貧乏は世間の約束ごとで片山さんの老派だ、社会の中で生きる人間は相対の世界にあるので、対人対社会関係は生存地盤にとって立って当然ではないでしょう。それから派、学問、芸術、文化、文明、財も生存的地盤の因果ではないでしょうか。要するにその社会的な問題ですね。それから楠本さんの問題もそう、菩薩の行動的方向、人一切生命という自己の生命の内容をいかに充実して生きるかということにおいて、行動していくことは現実に自己を外に形に物に表していく働きであると思います。自己の深さに向かう自己入りの自己に座る道だけでなく、自然科学、社会科学の成果と協力して現代社会の直面する多くの困難な問題へと立ち向かわなければならないと思います。生命の充実とは内面に深まるとともに外側にも用じていく弁が含まれていると思います。この点、個人の救いにとどまらず、この現実社会に国土仏国土を建設せんとする日蓮宗の激しい社会への切り込みは肯定されるべきではないでしょうか。これはまあいわば社会の問題ですね。私はまあ今まで話してるのはいつでも自己の深さの話ばっかりしてる。これはね、自己っていうのは社会の一員でもあると同時に、この社会を支えるのは自己なんだ。この両面があるんですね。で、だからその自己が社会に対するとき、ただ社会の一員としていかに社会を生きるかの泳ぎ方ばっかり今の人考えていちゃう。そうじゃない、自己のこれ社会ひっくるめて自己なんだ。社会一歳分の一歳が自己なんだからね、社会ぐるみの自己、そういう時にそういう自己の生命地盤に立ってです、そしていかにこう生存社会にも働いていくか、これが大切ですね。自己の深さへ向かうのはまた他の社会への
働きでもなくちゃならない。いや、これまあ私が今この人生っていうのを一生懸命考えてるのも、これいかにも何も私社会に働いていないようだけど、そうじゃないですよ。これね、社会のこれからの人類社会のために最高の知恵をはっきりさせて、あのはっきりこう言葉で言ってですね、残してやろうっていう、そういうあの請願があればこそ、あのただ私が自己の方法って言ったって1歳分の1の私の方法じゃないんだ。1歳分の1歳としての自己の方法なんだ。それでまあ私がそういうあの本も書き、そして私のできるのはそこまで。あとそれをね、人が買いに来るかどうか、人が読みに来るかどうか、これはもう人のことだ。私はあの俺のできる限りのことはやったの。それを読まないのは、それは読まない人が悪いんだ。私もそう決め込んでるね。そうじゃなきゃ私にできるのはそこまでだ。でこの場合ね、その自然科学、それから社会科学、あるいはね、いろんな組織力ね、こういうのもね、すべて自己の生命地盤にあるもの。だからそういうものをできるだけ働かして、あのいわば使ってですね、そしてこの本当の生命社会を生み出していく、そういうね、自己の方向っていうのね、これまあそういうために私一生懸命人生カット本も書いてるんだし、だから今のこの講義もしてるんだ。まあそういうことで、自己は決してその1歳分の1の自己の話じゃない。1歳分の1歳、あらゆる組織、あらゆるこの学問の領域もですね、ひっくるめての話です。それから今これで楠本さんの話は、片山さんの、この片山さんの生存についての2の質問、この金持ちや貧乏は世間での約束事で生命の地盤から見れば問題でないと言われたが、生活の上での金や経済活動との関わり合いはどうでしょうかということ、ね、それから近藤さんをね、ちょっと手を挙げていただきます。近藤さんのあれも、1月12日のお話、中学1年の時のリーダーに、食うために生きるにあらず、生きるために食うなりという格言を習い、このことを心に置いてきたとお話しいただきました。ついで3月9日、生活のために誰が働くということを根本モットーとして生きてきた。生活はごまかしてきている。なんとなしに坊主になってごまかしで坊主している。しかし片方に本当の人類の歴史時代を切り開くという請願があるのだと、このような意味のことをお話しくださったと思います。なんとなしに坊主になってごまかしで坊主をしている、私の聞き間違いでしょうか。接戦同時のお話をお聞きになり、自分もこのように生きたいと道をお求めになりましたとか、このことなども含めまして何がごまかしなのでしょうか。懺悔のお言葉でございましょうか。請願とごまかしについてもう少しお話をお聞かせください。こういうことなんですね。この生活はごまかしっていう表現ね、私はまあ想定に逆的に、逆者的に表現するところあるけれど、まあしかしながらね、生活っていうのは本気じゃないことは実際
生活をね、これまあ今の、片山さんの場合でもね、金持ちや貧乏あるいはその生活っていうの、生命の地盤から問題でないと言われたが、生活の上での金や経済活動との変わり合いはどうでしょうかっていうね。これ大体ね、私は坊主になって以来ね、この坊主になって、まあ、座禅しなきゃダメだっていうね、これ本当はね、座禅ってやつはあの勉強じゃないんですからね。勉強だったらまああのあれしなくていいけど、座禅ってのは行だ。ホスト、私はいつでも本場ものいいと思ったらそこ行って本場ものは事実やるっていう、そういう男なんです。それだったらどうしても坊主になってやらなきゃなんない。でそれもあの道元門下で、そして道元門下の中の本当にいい師匠につこうっていうんで沢木老師についた。それで沢木老師について坊主になって、あいあいと思ったのはね、まあ半年か一年じゃないですか。俺とんでもない、私まあ坊主なんていうのはどうせあれだって、もう初めから坊主になっても坊主なんて嫌なもんだぞって沢木老師初めに言ったもん。え、分かってますって言ったら、あの沢木老師が言った後からすぐ言った、何分かってるもんかって言って本当にね、坊主になってああいいっていうようなもん。まあこれ普通の凡山生活じゃないですよ。私はこれ本当の、大中寺、栃木県の大中寺修行道場入って、それであれしたんだけど、それでもね、いろんなことをあって、ことに例えばね、沢木老師って言えば宿なし行動っていうくらいね、寺持っていない、寺持っていないといつでもどっかへ曲がりっていうか、居候っていうの、居候が私のその修行だった。それで居候っていうのは、あの修行者として居候してるんだから、その辺理解してくれりゃいいんだけれど、そうじゃない信州にいた頃なんか全く寺のばあさんの寺男とか心得て、これ私がとにかく36、7の頃ですよ。それでも寺男としてこき使う。丹波でもそうだ、丹波ちょっと寺へ行くとこき使われたね。こんなのや愛愛と思ってはいられないもんね。そして今度南大寺に来てからも、この食うや食わずでしょ、安泰寺って無収入の寺でさ、そしてそこで接心するのに、接心で会費取らないでっていうのをやろうとしてんだからね。そうすると接心を賄うだけは私一人が宅発しなきゃなんだ、大変だ。もうちょっとでもあの天気のいい日は毎日宅発してある。それが昭和24年なんで、24年からの、ほら24年って戦争直後でさ、まだ向こうの方で欲しいくらい、向こうの方で宅発したいくらいでしょ。それなのにこっちからもらいに行くんだから、いい顔されるはずがないもんね。そしてだからあんまりもらいはない。それで私昭和25、6年の頃は、それまでにあの仲間がいたけれど、それも逃げちゃったから、私一人で宅発するようになってから、あの結局丸1年半は自分の小遣い銭一つもなかったもん。この自分の小遣い銭 一文もなく1年半いるっていうのはね、どれほど大変かっていうのはちょっと皆さんに想像はつかないと思う。とにかくちり紙一つ買えない。そうすると新聞紙を切っといて、そしてこうあの尻拭くんだけど、それで地になったね。それからあの新聞の新聞紙の印記悪いんだ、後からは。それからあの歯ブラシ歯磨き買えないから、これ手でこう塩つけてこうやっておいた。こうしたら
歯が悪くしたもん。ほいで歯が悪くってでもうの虫歯になってあれしたけど、ポロポロ涙流しながらそれで医者には行けない。でもそのままその時に表層にもなって7.8と3日未満狙いやがったかと言ってあったね。それでも医者に行かなかった。もし自分死ぬなら死んじまえと思って寝てた。でまあそういう点ね、あいあいってそんなにね思えるもんじゃない。これでこれなんとか、それじゃあこれこの時代をなんとかしなきゃって、それじゃあこんな貧乏じゃ困るってね、そういうふうにも考えなかった。これどうせ生活はごまかしてやればいいんだっていうのは根本姿勢だからね。それで何その日食ってきゃ生きてることに、それでしかしながら俺はやることはやるんだっていうだけで来てるんだね。でその点ね、生活を本気に、みんなただ生活だけが本気で生きてんじゃない世の中の人。ところが私の発想法はちょっと違う。これみんな世の中のやつは生活だけが本気になって生きてんだなって分かったのが50過ぎなんだからちょっと遅い。私はそんなのは初めから考えられない。でこれね、いや同じくね、世間の人だってね、結婚生活だって愛愛と思って結婚生活してる人はあんまりいなかろうと思う。それじゃあいや面白く結婚生活が今日面白くないから、それじゃあすぐ離婚してなんとかっていうふうに考え始めたらね、結婚制度なんてものはありえなくなると思う。みんなその辺ね、やっぱりその思いが頭の分泌物ってね、そういうところを修行しなきゃダメなんだ。私がこの今、坊主生活ああいいと思えなくてもやってきてるっていうのね、これはその請願というものだけ一生懸命やって、そしていろんな坊主、こんな坊主やめようやめようっていろいろ思ってる。それをこうそれに振り回されないでっていうのは、そこで思いが頭の分泌物ってやったから修行してきてんじゃない。で大切なのはね、本当に人生のやるべき方向だけ決めて、あとは適当にごまかしながらっていうね、姿勢があるべきですよ。あれ自民党なんか何もやるべき方向はなしに適当にごまかしながらあれじゃ困るね。本当に請願があって、そしてあとは適当にごまかしながらっていうところは、それを言うのが大人の目だね。結局の話、生存地盤からの計算でなし、生命地盤から計算して、その時その時の対応があるべきだ。まあそういうことなんですね。でまあ質問1、神の愛、仏の慈悲と申しますが、キリスト教では人類愛の発露として病院経営とか具体的行動を行っている。またキリスト者は家庭で食事の時、就寝の時、神に祈りを捧げています。これが神と人、信者との接点を保ち、愛の目を枯らさない泉となっているように思うのですが、禅宗では食事の五感の下を唱えているようですが、就寝時も何か唱えているのでしょうか。仏教では式に近づいた老人か禅に興味を持つ一部の人を相手にしているようですが、仏教はどうして一般大衆を対象としないのですか。例えば食事の時、
寝るとき、法恩感謝の祈りをする運動を展開するとか、仏壇がないと言い訳なら主事があります。キリスト教の十字架のごとく、各自の信仰対象の仏の質も主事を胸にぶら下げる方法など、仏教はなぜ一般大衆を相手に説法しないのでしょうか。この仏教が一般の人にね、もう働いていないということ、これはまあこれはね実際だ。で今のあれとしてはね、このしかしね、これは大体ね、仏教がね、日本人にね、日本人というのは仏教国のって言われるけれど、本当は日本人に仏教というのはそれだけ力となって肌荒ぐだけのね、理解は持っていないんじゃないかっていうのを私は思う。要するにね、自分の力となって働くっていうためには、それだけもうどっしりとね、自分にその、力湧き出させるだけの信念がなきゃな、信念信仰がなきゃ。ところが大体は日本人っていうのはあれでしょ、簡約の仏典だけ使ってるだけで、お経そのものをまず日本語に訳したことないんだもん。だいたいその我々 自分の使ってる言葉に訳してもいないもの、これはもうどうせその肌肌だもん。でそれで今だけじゃない、昔からね、その本当に例えば親鸞聖人とか道元禅師とかね、その ほんのわずかな人たちを除いて、日本人には日本人の仏教の盆山そのものが、仏教を全く知らないで来てると思う。ただ仏教用語を使って分かったつもりでいるけれど、何もね分かっちゃいないんだ。それでね、その点で私はね、まずそういう仏教を本当の自己の力にすべくだ。それでこういう分かりやすい話してんだよ。あれ、だいたい私の話分かりいいでしょうから。でね、そういうところで分かって、よく分かって、本当に今度社会的にも働こうという力も出てくるんだ。だから私もこれ、そういうために一生懸命やってきたんだけど、そうやってきて50年かかってやってきたら、もう私は年取ってこれ、これ以上もうこの社会に向かって働くっていう力はもうなくなってます。その点私は弟子たちに期待したいのね。その、で、それこそ、そのキリスト教なんか本当にいろいろの社会に働いてんじゃない。その点私の弟子だけじゃない、弟子ってね、たくさんの弟子ができた、その中からは本当にそういう力を持って働く人が出てきてくれなくちゃ困る。それでしかしそれとは別にね、仏教っていうのはね、どこまでもね、社会的発想じゃない、自己が根本で、その点は社会事業的発想からものを考えている。でこれ宗教的社会事業とね、宗教とは違う。例えばその海女さんが保育園やって、娘の学校の先生はってこうやってたって、これは宗教にならないんだそれは宗教的社会事業。そしてそういう社会事業なら社会事業の専門家に任せた方がもっとうまくやるところがあるね。それで本当に頭を取ってっていう限りは、頭を取って
坊主になってやるっていう限りはもっと根本的に単なる社会事業じゃダメだ。本当の宗教に生きる生き方しなきゃ。でまあその点ね、いわゆる本当の意味で自己の中身を充実して、そして社会面にもそういう意味で働く人たちがね出てきてほしいと思っています。それからもう一つ、質問に、私は生存的生命で安さもった毎日を生きているようですが、これを真実生命の地盤から見直し見直し生きていけとの老子の教えをと受け取っていますが、電気のスイッチのように切り替え切り替えできるものでしょうか。意識せずとも頭なし手放しにすれば自然にそのように身につくものでしょうか。どうも両者の接点といいますか、交錯するところがピンとこないのですが、何か私が間違っているでしょうか。これね、今言う頭手放しにして座禅すればもうそのまま立派な座禅だ。それでだから一寸座れば一寸の仏っていう、それでいいんです。でところが頭手放しにするって言って言うと、もうその次にね頭へうぷってまた浮かんでくるから、それも手放し、それも手放しって、これ百千万の不発するっていう、これが修行ってもんです。そしてね、ところがこれもうそんなにこう手放し手放しっていうのは億劫だから、いっぺん大きな悟りをドカンとこうねやろう、そんなことはダメだ。生命は刻々なんだから、どうせ、ね、この一発大きいのドカンってそれで俺悟ったってね、それからあとはまあタバコ一服しながらって、それはダメです。それやっただけはやったんだ。でこれを百千万の分して発して生きるというその姿勢ですね。そしてやってるうちに座禅が身についてくるということはある。これは例えばたくあんでもつけ込んだら、それでもうそのぬかと仕事ね一緒にしておもしかけてつけ込んだらすぐたくあんになるかっていうの、それがすぐたくあんになるようなインスタントたくあんだそうじゃない、本当本物のたくあんはそこでもって漬け込んで時間が経ってですね、本当に使ってくるっていうのは、その時味が出てくるっていう道理があるわけですね。これが生命っていうもの、生命っていうのはだから本当は大体どっちへどう転んでも自己切りの自己の生命を生きてる、これは性ですね。それをどこまでも深さに向かってやっていく。でこれはだから合格不合格の話じゃない、それが症状の種主症一のということなんですね。それでまあ大体その皆さんの質問全部お答えわけですが、もう時間も30分以上過ぎちゃったから、今日はもうこれで失礼します。その半年間お付き合いいただいてどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。同志の大変激しいご修行と貴重な心配ですが、素晴らしいご報告を拝見させて、本当にありがとうございます。それでもどうも大変ご苦労です。続いて、どうしてご両親お願い申し上げたんでございますけど、大変お忙しいお体なので、また今日改めまして、来年でお願いいたしたいと思います。